日産ミュージックギャラリーポップタイ歌謡曲は、朝日放送ラジオで1967年4月から1995年9月に放送されていたラジオ番組である。放送時間は平日の13時30分-14:00。提供は日産自動車である。放送も日産大阪ギャラリーからの公開生放送で、正式タイトルも日産ミュージックギャラリーポップタイ歌謡曲となっている。阪神・淡路大震災で日産ギャラリー及び朝日放送の本社は大きな被害にこそ至らなかったものの、日産ギャラリーの外に面したガラス窓が割れる被害があった。そのため、本番組が一時的にアクティ大阪内の ABC エキスタに場所を移した時期があった。内容はタレント2組がポップ側、歌謡曲側に分かれ、各陣営に寄せられたリクエストはがきを紹介してクイズで対戦し、正解した方のリクエスト曲がかかるというもの。クイズは4問で原則司会者から出題されるが、ラスト1題は駆け出しの若手芸人や落語家の弟子が体を張って調査したナンセンスなデータの近似クイズを出題することがあった。出演者たちのアドリブの応酬が激しく、リクエスト曲が数秒しかかからないという事態は日常茶飯事であったが、聴取者からの支持は厚く、関西地区のラジオ聴取率調査では23期連続にわたってベスト10入りを果たした。本番組終了後の後番組は同じ日産自動車提供による瀬尾和夫の日産王者マップ関西。若き日の明石家さんまと島田紳助が上岡龍太郎の司会の下で戦っていたこともあった。他、東日奈子、桂枝雀、桂三枝、笑福亭鶴光、笑福亭鶴瓶、藤本義和、横山やすし、横山ノック、桂長丸、中村栄一なども出演するなど、1970年代から1980年代の関西のお笑いタレントがほとんど、この番組には出演。司会は、大久保玲、初代森のフクロウ、木田太郎らが務めた。ありがとうございます。